こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人の男性におすすめの秋服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。ファッション系 YouTuber といえばですね、やっぱり20代の方とか30代の方が多い中で、僕はですね40代ということで、気づけばですねこの界隈の中でもそこそこ年上の部類に入るかなと思うんですね。そんな僕自身40代なわけなんですが、まあ30代の頃とは着こなし変わってくるかなと思うんですよね。まあそんな時にどんな服を着ればわからないという同世代の大人の男性に向けて、今回は秋服5つ厳選して選んでみました。普段の僕の動画のテーマでも基本的にはベーシックな部分を軸足にしながら程よくトレンド感を取り込むような、そんな提案が多いんですが、まあ、今回は40代向けのアイテムということで、まあ、さらにベーシックな部分をしっかりと抑えたアイテムをですね皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても今店頭で売っているもの、オンラインで買えるものがほとんどなので、まあ、よかったら今後のお買い物の参考にしていただけたら個人的にも嬉しいかなと思っています。まあ、このような形でこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしてますので、まあ、最後まで見て気に入ったな、また見たいなと思っていただけたらでいいので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね40代の大人世代におすすめの秋服どんどんご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずはアウターから行ってみましょうかね。まあ秋といってもですね前半戦と後半戦で分けられるかなと思うんですが、まあ今回は秋の前半から、まあ、中盤ぐらいまでにですね合いそうなアウターを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、こちらですね、シップスエニーのショートブルゾンですね。価格は 14,960円ということで、これは使い勝手めちゃくちゃいいなと思っています。まあ、秋の前半というのは、僕はですね、なるべく丈の長さですね。これ、長すぎない方が使いやすいと思うんですね。というのも、後半になってくると、さすがに冬に向かっていって、気温も下がってくるので、ロング丈のアウターがあると便利かなと思うんですが、まあ、前半に関しては、夏の終わりから徐々に気温が下がっていく段階なので、まあ、そこまで着丈の長さはなくても僕はいいんじゃないのかなと個人的には感じていまして、そんな時に該当するアウターとしてはカバーオールだとか、あとはこのようなショート丈のブルゾンですね。1枚あると便利なんですよね。まあ、ショート丈といっても MA1 だとか G ジャンみたいなものはかなりカジュアルなんですが、こちらのショートブルゾンに関しては丈の長さ、先ほどお伝えした2つよりもちょっと長めになってるんですね。後ろから見るとお尻の大体まあ中間ぐらいですね、これぐらいの長さは確保してあるので、ショートブルゾンなんだけども短すぎないというところが、まあ、このアウターのすごく良い点だなと思ってるんですね。まあ、デザイン的なディティールはすごくベーシックで、襟がついてるブルゾンタイプなんだけども、その他は無駄な部分は一切削ぎ落としたような、かなり使いやすいような見た目になってるんですね。まあ、素材感もですね上品に振ってありまして、ポリエステとレーヨンを使っているということで取り扱いがしやすいし、まあ、見え方としてはちょっとこうウールライクに見えるというところ、レーヨンが混ざることで少し微光沢みたいなところも楽しめるので、素材の雰囲気もなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、こちらがですねオリーブ、ダークグレー、ブラックの3色になっているんですが、まあ、個人的にはですねブラックもいいんですけども、ダークグレーの一押しですね。まあ、この色が大人っぽく見えるし、ブラックほどは重たくなくて使いやすいので、おすすめしたいカラーの一つかなと思っています。まあ、アウターというものは一着あれば結構なんだかんだで長く使うものでもあると思っているので、あまりそのもの自体にエッジが効きすぎない方が、まずは使い回しがしやすいかなと思うんですね。まあ、その点ですね、オリーブなんかもいいんですが、まあ、ダークグレーから入ってもらって、もしですね、すでにベーシックなカラー、ネイビー、ブラック、ダークグレーみたいなところを持っているのであれば、まあ、オリーブだとかこのあたりもいいんじゃないのかなと思います。まあ、あくまで今回はダークグレー推しですね。で、このようなショートブルゾンとか丈がそんなに長くないですね大人っぽいブルゾンって探しても本当に少ないんですね。僕はこういったものが40代の大人世代にはすごく似合うなというイメージを持ってるんですが、なかなか該当するものが見つからなくて、先日ご紹介したグリーンレーベルのカバーオール、これも殿堂入りみたいな形で候補の一つかなと思うんですが、まあ、それと今回ご紹介しているショートブルゾンですね、この2つは本当にですね40代の大人世代には使いやすいかなと思うので、まあ、よりですねグリーンレベルのものよりもさらにデザイン的にはミニマルでシンプルな構造になっているのがシップスエニーになってますので、このあたりは比較しながら選んでもらうといいかなと思います。価格もアウターで 15,000円いかないというところはかなり個人的には値段を抑えてあっていいなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。
はい、続いて2点目のアイテムはですね、ニットですね。これまた40代の大人世代にとっては欠かせないアイテムの一つかなと思うんですね。いろんなブランドから丸首のニットって出ていまして、もう本当にド定番だと思うんですが、いろんなものを見てきた中で、今シーズン結構おすすめしたいなと思うのが、こちらですね。プラステのエクストラファインメリのウールブレンドクルーネックセーターですね。こちらがですね、先日プラステさんの動画出しましたが、まあ、非常にバランスのいいニットだったかなと思います。まあ、僕が求めているニットというのは、まあ、いろいろと基準があるんですが、まあ、今回はベーシックで定番的なところを軸足にした40代向けのアイテムなので、そこまでサイズ感大きく振ってない方がいいなというのと、あとは首の詰まり方ですね。このあたりも肌の露出が多すぎるとちょっとですね、だらしなく見えるので、小綺麗に見えるような首元が詰まったものが理想的なんですが、まさにこのニットがその条件を満たしたような大人見えするニットかなというふうに思っています。まずは厚みなんですけども、エクストラファインメリのウールというと、やっぱりユニクロのイメージを持っている方いらっしゃるかなと思うんですが、ユニクロの大定番のメリのウールですね、結構薄手なんですが、プラステのものに関しては中肉厚なんですね。ユニクロよりもしっかりとした厚みがあって、これぐらいの方が個人的には使い勝手がいいなと思ってるんですね。まあ、薄手のものに関しては僕はもうロンティー的な感覚でジャケットの下とかに取り入れるといいと思ってるんですが、中肉厚だと結構様々な場面で使えると思っていまして、もちろんジャケットの下に入れてあげるのもいいと思うんですね。例えば僕はこういった今ジャケットを着ていますが、その内側にですね、このようなニットを入れてあげても着膨れすることもなくてバランスもいいですし、先ほどご紹介したシップスエニーのショート丈のブルゾンですね、この内側に入れてあげるのもバランスがいいと思います。で、この単体で着てもちゃんと様になって重ね着でも活躍するというところですね。結構薄手のニットというのはやや単体で見ると着映えしないというところがあったりするので、適度な厚みとアイテム自体のちょっとしたゆとり感、サイズのゆとりがあった方が結構1枚でも様になりやすいんですね。そのあたりをしっかりと抑えてあるのがプラステのニットで、価格も8,990円というところで、まあ程よいんですよね。このあたりも含めてお勧めしたいニットかなと思います。個人的には秋冬のアウターというのが結構暗めのものが多かったりするので、その内側に着るニットに関しては一押し31番のベージュですね。これが使いやすいかなと思います。まあ、ベージュといっても結構ですね、ホワイトに近いようなライトベージュなので、着こなしの中にちょっと明るさを取り込みたいなとか、暗すぎる色合いの中にちょっと華やかさを出したいなという時にはこのベージュがすごく効いてくるかなと思います。やぼったく見えるようなベージュじゃないというところ、ホワイト見えするというところがすごくバランスがいいニットなので、これぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。で、カラー展開がめちゃくちゃ豊富で、何色あるのかな、今オンラインだと9色あるんですよね。まあ、それぐらいカラー展開豊富なんですが、まあ一押しはベージュ、あとは54番のグリーンなんかもなかなか綺麗な色味で、40代以降の大人の男性が差し色として使うのもなかなかバランスがいいかなと思うので、まあこのあたりの色をチェックするとすごくいいかなと思います。まあいろんなブランドの丸首のニット見てきましたが、今期40代の大人世代にはこの丸首のニットがなかなか使いやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はシャツですね。これまた大人の男性には欠かせないアイテムなんですが、今回ご紹介したいのはこちらですね。グリーンレベルのウォッシャブルビエラジャストルーズシャツになります。まあ、こちらはですね、先日の自由が丘店でもですね、皆さんにご紹介させていただきましたが、その際に僕が着ていたのはモカだったと思います。ただ今回ですね、40代の大人の男性にお勧めしたいアイテムとして僕がですね、推したいのはこちらのコバルトですね。この色が非常に綺麗で、40代以上の大人世代が着るにはすごく使いやすいので、今回はこちらをですねピックアップさせていただきました。アイテムとしてはベーシックで使いやすいようなレギュラーカラーがついていて、サイズ感に関しては適度にゆとりがあるんですが、ジャストルーズと呼ばれるようなグリーンレベルの定番的な型を使っていまして、大きすぎないようなバランスになっているので、大人世代にもすごく使いやすいようなシルエットになっているかなと思います。で、こちらはですね、コットンベースのシャツではなくてウールとポリエステルをコンボしたような素材になっているので、シャツとしてももちろん使うことができるんですが、秋の始まりぐらいにはですね、
T シャツの上にさらりと着ることでアウター感覚で羽織ることができるのがすごく便利なポイントかなと思っています。で、カラー展開は3色なんですが、先日ご紹介したモカですね、個人的にはこのカラーがすごく好きなんですが、爽やかさだとか清潔感というところを考えるとやはりこのコバルトがすごく使いやすくて、ネイビーほど濃くはないんだけども、ブルー系の色味の中にうっすらとグレイッシュな感じもあって、すごく曖昧な色味がですね、上品に見えるんですね。これもなかなか仕上がりがいいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。着こなし方としてはこちらのスタッフの方のようにですね、白 T の上にですね、こちらのコバルトのシャツを重ね着をして、ボトムスに関してはお手持ちのブラックですとかダークグレーのボトムスでギュッと引き締めてもらうとバランスがいいかなと思います。で、足元に関しましては白系のレザースニーカーでもいいですし、こちらで履かれているようなニューバランス系のスニーカーでもいいと思います。このあたりはですね、お手持ちのもので表現していただければいいかなと思うんですが、清潔感があって大人っぽいスタイルが簡単に実現できるシャツなので、ぜひ皆さん改めてこちらのシャツもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスなんですが、今回ご紹介したいのはこちらですね。アーバンリサーチがグラミチに別注をかけたラナテックウールライクトラウザーですね。こちらがなかなか仕上がりが良かったので、今回はご紹介できればなと思っています。まあ、グラミチというと、アウトドアだとかクライミングウェアが得意なブランドとして、まあ、皆さんもご存知かなと思うんですが、最近では結構様々なセレクトショップですとか、ドメスティックブランドとコラボレーションをして、オリジナルでは表現できないようなボトムスをですね、数多くリリースしてるんですが、このアーバンリサーチとグラミチのコラボレーションは結構長くやっていまして、僕も過去に何本か買ったことがあるんですけども、非常にバランスのいい仕上がりになってるんですね。まあ、シルエットはですね、太すぎず細すぎずというところで、スタイルがよく見えるんですが、細すぎてトレンド感とちょっと真逆を行くような感じではないというところで、40代の大人の男性が履くには程よいフィット感になってるかなと思っています。で、使ってる素材なんですが、ラナテックと呼ばれるですね、ウール調に見えるような素材なんですけども、こちらは見た目こそウールにすごく近しいんですけども、ウォッシャブル対応であったりだとか、ストレッチが効いていてイージーケアができて毛玉にもなりづらいというところで、機能的な素材になってるんですね。その点、大人の男性が休日に気軽に履くにはすごく使い勝手のいいボトムスになってるかなと思っています。で、こちらのボトムスなんですが、4色展開があるんですけども、その中でも今回ですね、なかなかいいなと思ったのがこちらのモカなんですね。普段の僕の動画の中ではブラックですとかダークグレーを押すことが多いんですが、今回はこのモカのカラーがなかなか良かったので、まあぜひですね、皆さんにもご紹介したいんですけども、こちらのコーディネートの写真のようにですね、上半身に白 T を着てブラックのカーディガンを着て、そしてボトムスにこのモカを加えてあげるだけで、いつもとはちょっと違った柔らかみがあって、なおかつ秋の雰囲気に合ったようなコーディネートが気軽に実現できるかなと思います。先ほどご紹介したシップセーニーのショートブルゾンのダークグレーですね、これとの相性もすごくいいと思いますし、またはプラステのライトベージュのニットですとか、グリーンレーベルのコバルトブルーのシャツとかにも相性がいいと思うので、意外と使い勝手はいいんじゃないのかなと思っています。ですので、すでにブラックだとかダークグレーのボトムスを持っている方はこちらのモカにトライをしてみるのもいいかなと思うんですが、やはりですね、定番のブラックチャコールグレーも、これまたなかなか仕上がりがいいので、まだですね、このあたりのボトムス補強したいなと思っている方であれば、ぜひこのあたりの色もですね、検討していただくのもいいかなと思っています。個人的にはブラックに近いような深い色なんだけども、だけどもブラックに比べると少し明るさが出せるチャコールグレーですね、この仕上がりもめちゃくちゃいいので、一押しはモカ、その次にですね、チャコールグレー、安定のブラックというところで、ぜひ皆さんにもこちらのボトムスチェックしていただければなと思っています。はい、ということで最後5点目なんですが、足元、シューズをご紹介したいなと思ってるんですが、今回ですね、いいなと思ったのがビューティー&ユースのモカシンロスニーカーですね。これは実物を見てきたんですが、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。同じものはちょっと持っていないんですが、最近ですね、僕の中でもずっとスニーカーばかり履いてきたので、その反動で久々にですね、革靴を履きたいなという気分になっているんですね。というのも、僕自身ですね、ブラックのボトムスを履くことが多かったんですが、最近ではそればかりではなくて、例えばこちらのようなカーゴパンツとかオリーブ系のボトムスですね、こういったものも履きますし、ホワイト系のパンツだとかデニムとかも履くんですね。そうなると足元のスニーカーだとちょっとカジュアルすぎるかな、もうちょっと綺麗めなものも足したいなという気分になってきて、まあ、そんな時にどういったものが合うかなと考えて、やはりですね、革靴の綺麗さを取り入れたいんだけども、かといってあまりにかしこまりすぎているものだとスニーカーに慣れきっている体にはちょっとハードル高いなということで、まさに使い勝手いいなと感じているのが
がこのあたりのクラークスのワラビーだとかモカシン系のシューズかなと思ってるんですね。まあ、最近僕もですねクラークスのワラビーゴアテックスをですね購入したわけなんですが、こちらも数年前にですね結構話題になって、その頃に買われた方もいるかなと思うんですが、今ではだいぶですねその熱も収まってきていて、割と買いやすくなってきたかなと思っています。革靴の中では結構スニーカーに近いようなカジュアルさもあって、履き心地も結構ライトなので使い勝手がいいんですね。で、素材はスウェードで、なおかつ先端は尖ってないので、あまり切れすぎないというところでも、割とスニーカーの延長線で履きやすいなというところで、僕自身もこれすごく気に入っているんですが、まあなかなかですね、クラークスのワラビーは値段張るので、もうちょっと気軽に買えるものがないかなということで、こちらのビューティー&ユースのモカシンロースニーカーですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。3つのモデルがありまして、ブラックの表側のものと、モカですね、まあほぼダークグレーに近いようなスウェードのものと、あとはブラックのスウェード3つあるんですが、個人的にはブラックのスウェードですね。このあたりが使いやすいんじゃないのかなと思っています。クラークスのワラビー同様にスウェード素材で先端は尖っていなくて丸みのあるシルエットになっているので、割とですね、カジュアルシーンにも使い勝手がいいようなシューズになっているかなと思います。今僕が持っているようなカーゴパンツとこのようなモカシン系のシューズはめちゃくちゃ相性がいいんですね。まあ、ニューバランスのスニーカーとか白レザースニーカーも合わなくはないんですが、足元をブラック系でキュッと引き締めた時によりですね、バランスがよく感じたのがこのようなカーゴパンツとモカシン系のスニーカーの組み合わせなので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思うんですね。で、このビューティー&ユースのモカシンロスニーカーに関してはアッパーに関しては革靴のデザインになっているんですが、ソール部分がスニーカーになってるんですね。なので革靴というよりはスニーカーの方向には近いんですが、見た目的には革靴っていうところで、すごく使いやすいような仕様になってるかなと思います。まあ、頑張って買える方は結構クラークスのワラビーもゴアテックスの堅牢なソールがついていて、このゴツゴツ感も含めてなかなか魅力的なのでおすすめできるんですが、履き心地で言ったらよりスニーカーライクで、いつもの延長線で使えるのがこちらのモカシンロースニーカーかなと思うので、ぜひ皆さんもこの機会にチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人の男性に似合う秋服5選というテーマでお届けをさせていただきました。様々なアイテムをご紹介させていただきましたが、それぞれのアイテムを組み合わせるとコーディネートが完成するように一応構成しているので、ぜひ皆さんもですね気に入ったものがあったらチェックをしていただきたいなというふうに思っています。どのアイテムに関してもベーシックを軸足としているんですが、その中にもトレンド感がほんのりと漂うものが多かったかなと思います。大人の着こなしには定番的なアイテムがすごく重要なんですが、その定番も年々ですね少しずつ変化しているので、10年前のもので済まそうとするとどうしても今っぽさが出なかったりするので、ぜひこの機会にですね今の時代に合った定番というところも見直していただけるといいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではユニクロ GU グローバルワークのようなちょっと価格帯の抑えたようなアイテムをですね皆さんにご紹介することが多いんですが、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方では、今回ご紹介したようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、また専門ブランドアイテムまでしっかりめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週末にはですねライブ配信を行っていまして、皆さんの質問に直接お答えするような形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかじっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕の方でも毎日投稿を行っています。また僕以外のスタイリストの人もですね記事を書いてくれていますし、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。